選手は2020年から岡山リベッツに所属されてますけど、はいはい、今シーズンの意気込みを聞かせてもらえますか。そうですね、まあ、僕としてもあまり勝ち星を重ねていないので、まあ、今年は一勝でも多く、そしてチームに貢献できるように頑張っていきたいと思います。現在のチームの状況を教えてもらえますか。はい、僕もまだ全員とその合流という形はまだ1回もないんで、どういう形かわかんないんですけど、まだ海外選手だったりまだ来ていないので、まあ、これからチーム力を上げて開幕戦 に向かいに行ければなと思います。今シーズン、はい、個人としての目標ってありますか。はい、その明確な目標、何勝とかですか。そうですね、10勝はできるように頑張ります。10勝目標チームとしては何か目標ありますか。はい、やっぱ去年もそうですけど、ファイナル進出をできていないので、今年はファイナル進出できるように頑張っていきます。開幕前の今の気持ちを聞かせてください。そうですね、まあ、開幕戦も決まって、まあ、スケジュールも決まって、まあ、8月が非常に試合が多いので、その最初の8月の入り方をしっかり勝って進められるように頑張っていきたいです。吉山選手にとって、はいはい、この T リーグってどんな存在ですか。そうです、まあ、全員強い選手ですし、もうトップレベルの選手が集まっているので、非常に僕も経験になるので、非常に僕にとってはありがたいなと思ってます。最後にファンの皆さんに一言お願いします。はいはい、ファイナル進出に向けてまた優勝できるようにチーム一丸となって成していくので、応援のほどよろしくお願いします。